会会長高山徳太郎創価学会避難創価学会を圧迫背景一言申し上げる張りこる背筋主義幹部の堕落そして一生懸命に努力する者が何も報われない現実学会で今何が起こっているか貴殿はその現状をご存知か一度水戸黄門よろしくお忍びで全国を巡って 直接、その目で見てみるがいい。腐敗幹部は、純粋無くな学会員から金を集めることに、ばかり専念する挙句、宗教信を忘れ、その結果、権業の集会は、本来あるべき姿をなくし、規律を失い、厳粛さを欠いたものになっている。大衆のために死ねる人を選びなさい。そういった第二代会長、戸田氏の意思は消え、権力の座に、ぬくぬくと安住する政治家。 利害や打算にまみれた政治家たちの選挙の道具とされているにもかかわらず、組織の末端に甘んじながら、このような無能な者たちを政治の場に挙げるため、あの人に投票をお願いします、この人に協力してくださいと寝食を忘れ、苦労を重ね、懸命にブロックを守る学会員。この現実を、貴殿は一切知らない。いな、知っていながら見過ごしている、とするならば、その罪は、腐敗幹部と同等。 もしくはそれ以上に重い。その責めは一に貴殿にあり、即刻、現在の職を辞すべきである。最近の公明党議員の堕落は、地方、国政を問わず目に余る。定年制を導入したにもかかわらず、藤井富雄、東京都議会議員は、80歳に手が届こうとする今も、なお、その職に連々としている。このことは、どれほど、公明党に人物がいないか、これまで、 後継者の育成をしてこなかったかを党内外にさらす汚点となっている。一方、国政では与党に組みし、その座に連着する代償として、数々の汚職を目の当たりにしながら見過ごしてきた。憲法も人権をも無視した、戦後最大の悪法たる暴力団対策法に、一言の意義も唱えることもなく、また、ヤクザとは何かといった根源的な分析をすることもなく、いいと法案成立へと導いた。これこそ、 人権政党を語りながら権力政党になり下がったことの証拠であり歴史に残る題材であるこのような愚か者を政治の場に挙げるため信者を道具とする宗教などどこにもないかつて斉藤隆夫という一人の政治家がいた彼はこう言う政治家たる者我が身を焦がして世を照らすべきと戦時中は反戦政治家として運動し議員資格を剥奪されても なお志を変えることなく、その生涯を全うした。ヤクザとして、人共同に身を置いた私の人生ですら、生涯を、権力との戦いに費やしてきた。ましてや、学会ならなおさらのこと。この教えこそ、常に野にあって、時の権力に疎まれながらも、命を落として民を救おうとした日蓮商人が導かれたことではないのか。初代会長、牧口。 第二代会長、戸田の漁師は、貧困児童の多かった三笠神城小学校に赴任した際、教師として、慈悲の心で学童と接し、資材を投げ打って、日本で初めてとなる給食制度を創設した。戦争中は、政府権力から弾圧を受けながらも、屈することなく、戦争反対の意思を貫き通した。貴殿は、なぜ、世界を訪問するより前にもっと身近なものに学び、 志を受け継ごうとしないか。貴殿が真に人物ならば、また人物足らんとするならば、なぜ、日蓮商人に学び、なぜ、牧口、戸田漁氏ら先達の意思を継いで、その道を歩もうとしないのか。去る平成3年、学会は、就門から破門処分を受け、翌年、貴殿も新徒除名となった。それ以後、貴殿の取った行動は、不可解極まりない。まず 日商人をはじめ、就門から、どのような指段を受けても、自ら信じるところがあるならば、正々堂々たる論議によって、就門に戦いを挑み、その志を全うすべきであった。しかるに除名直後から始まり、今日に至っても、なお、政教新聞および公明新聞市場でなお続く日憲商人への不正に対する攻撃は、見苦しさの極みと移る。 まるで宗門を挑発するかのような日権商人への攻撃は、あたかも、負け犬の遠吠えを思わせるかのごとくであり、また、さまつなスキャンダルは、バキに似た攻撃は、下劣さえある。このような諸行は、真の王者の姿ではなく、お大将たる者の取るべき道ではない。カリスマを気取り、聞く耳を一切持たず、すべてを一括して、部下が何も言えぬまま、物事が決まっていくような組織の恐ろしさ。 愚かしさを起は知らないこれこそ隣国北朝鮮に見るキム・ジョン体制そのものである純粋無垢な学会員に自らを神であると信じさせようといった邪心に思いをはせつつ学会指導者であろうとすることは間違っておりもはやその資格はないご本尊一つに3000円5000円と値をつけ全ては金金金とばかりに寄付金の高で や新人深さを測るような姿勢すべては学会員が爪に火をともすようにしてためたものだ。こうして集めた金で、税の限りを尽くした施設を次々と建て、それに池田の名を冠し、あたかも自分を神のように祭り上げる。未だ国内ですら尺物できていないのにもかかわらず、インドや中国、ヨーロッパを巡る意義は、一体どこにあるのか。 日蓮商人に金があったか、牧口氏が、そして戸田氏が、そんなに金や名誉に執着したか。私の妻や娘は、これまで、ひたすらお題目を唱え、純粋に、奉仕の精神から、長く、学会活動に身を投じてきた。先日、妻は、その精霊ぶりを評価され、貴殿が書いたとされる家内安全のお札をもらった。 それを手にする際の喜びようは、一通りではなかった。元より、報われようなどを思ってもいないといった気持ちで活動を続けてきたことは、そばにいる私自身、よく承知している。しかし、少し距離を置き、客観的に見る私の目には、幹部連中が、貴殿が、ただ彼女らを利用しようとするだけにしか見えない。その純粋さにつけ込み、ただ利用された、挙句の紙切れ一枚。 気げに献身的に活動を続けてきた者たちを見ていると何とも言えぬ哀れみと愛おしさを感じるそしてその思いは幹部そして記念に対する言い知れぬ憤りと化す学会員あっての池田大作であることを今一度思い返すべきであるそしてもう一度法華経の協議に帰れ石川島播磨、ま、東芝と数々の再建を成し遂げ 行政改革に、辣腕を振るったどこを年夫の製品さに学べ、物質の豊かさに背を向け、無視の人となることで、彼の偉業は成し得たものであることを知れ、金を集めることに没頭してきたこれまでの岸方、その結果、学会全体が拝金主義に染まり、その中で幹部連中が堕落し、学会が本来の姿から逸脱する今の姿に、これから先、 坂道をを転ががり落ちるるる前兆を見る思いがするこの意見に反論があれば貴殿と差し違える覚悟を持っていつでも受けて立つ所存である。両創価学会を暴く一先の池田氏への所簡に続き補足の意味も含め重複を承知で今一度創価学会の現状を明らかにしていきたい。読者処刑にはこのがげた組織の愚かさ汚さについて。 もっと知っていただきたい。また、特に、学会員の方々には、客観的に見る学会は、これほど堕落している、という事実に目覚めていただきたい。これこそ創価学会が、その原点に戻るきっかけとなることを願いつつ、再び、筆を進めることにする。問題は、大きく三つある。まず第一に、金への異常な執着、背金主義に陥った、学会の現状である。 入信してきたものにご本尊と称して明らかに大量かつ蘇生されたものを3000円、5000円と売りつける。そして事あるごとに寄付を募り1万円より10万円の方が功徳があると新人を金に絡めながら10万円より100万円、100万円より1000万円、1000万円よりも1億円とその値を釣り上げていく。こうして 学会員から絞り取るように集めたお金は不要と思わせるほど絢爛豪華な施設に変わりそこに池田の名を付けさらには自身の名誉よく追求のためだけに莫大な外遊費となり世界各国で名誉博士号や名誉市民を買い漁るのだ今九州地区が大分で手掛ける広大な墓地建設は三井をはじめ大手ディベロッパー大手建設会社との癒着を生んでいる ディベート、キックバック、円弧による工事参入、そしてそこから入る謝礼、一部幹部が走る利権構造によって生み出された金は、決して末端の学会員に還元されることなくどこかに消えていく。そして何も知らされぬまま、善良な学会員たちは、その墓地を、くどを詰めると吹き込まれ、ありがたそうに買っていくのである。第二に 権力と迎合するる公明党の姿勢である今、公明党所属の議員は、衆参合わせて54人、地方議員3351人、さらに選挙協力で当選した者、推薦した首長を含めると、約5300人にも及ぶという。彼らを当選させるために、末端の学会員たちは、選挙シーズンともなると、それこそ、仕事も私生活もそっちのけで、寝職を忘れ活動する。 この苦労が、修行となり、功徳となると信じながら、こうして議席を得てもらったにもかかわらず、彼らは、選挙の時だけ大目会に現れ、自分たちが、学会員を守っているという思い上がりを隠さない。その、一方で彼らがしていることは何か。地方議会では、ほとんど例外なく、多数与党の一角をなし、なれ合い、自治の温床となっている。その結果、首長選挙は、 常に多数党対一党という図式を生み、それが、さらに、政治離れ、地方自治の停滞を生んでいる。国政では、平成5年、細川連立内閣に参加し、与党となって以来、多少の右余曲折はあったものの、ほぼ、政権の中枢に入っている。一度味わった権力の密の味こそ、公明党が、人権の党、国民政党というテーゼを忘れ去るきっかけとなった。 特に自民党と組むようになってからというもの、なだれを打つように、党庁法、有事法制、医療負担の増額、鈴木宗男の疑惑隠しと、プライドをかなぐり捨てて、与党の座にしがみついた。この4月から始まった医療負担増額問題では、一部自民党議員でさえ欠席という手段で対抗し、学会内部からは、両親ある人たちや地方議会からも、反対の声が上がっているにもかかわらず、それらを封殺し、 押し通し通ていったアメリカのイラク攻撃では、冬柴幹事長が国連の議決なしの攻撃に反対すると明言しておきながら、結局は傍観することで、サインを示した。学会はこんな人間を養っているのだ。第三に、宗教法人の的確性の問題がある。平成3年の学会派門、その翌年の池田追放以来。 創価学会の宗教法人の的確性を疑問視する声が各方面から上がった。それは、学会は日蓮修正の信徒団体として宗教法人を取得しているのだから、宗門から破門され、よりどころを失った以上、もはや法人を名乗り、税の軽減など、さまざまな恩恵を受け続けるのはおかしいというもので、ごく自然で当たり前の意見であった。日蓮修正から破門され、本山も持たなくなった時点で、 宗教法人以外の公益法人に変わるべきだったにもかかわらず、宗教法人の冠は決して外さなかったのには、人集め、金集めといった狡猾な打算も働いたに違いない。平成5年、細川内閣で、与野党の立場が逆転した自民党は、野党の立場から、創価学会、公明党の政教分離や宗教法人問題を指摘。の中、亀井、加藤ら当時の自民党幹部が、 避難の急先方に立ち、ついに、池田の証人関門まで取り沙汰されるようになった。そんな学会の窮状に、助け舟を出したのが、竹下登と言われている。まず、避難の声を上げ、追い込んでおきながら、その同じ組織の者が、救いの手を差し伸べ、恩を着せる。こんなやり方は、ヤクザならぬ暴力団の手法だ。こうして、自民党が、政権の座に返り咲くや否や、 公明党は与党に組みし、以来、この問題は鳴りを潜めた。かつて、攻撃で急先鋒に立った九段の三人は、今や、党内では、右に出る者がいないほど、創価学会、公明党の良き理解者になっている。昨年、学会の改則は変更されたが、宗教法人としてのよりどころを失ったままであることには、今も変わりはない。しかし、この改則には、 新たな項目が加わっている。第三条、三大会長がそうだ。この条項で、牧口、戸田、池田の会長経験者を、永遠の指導者と謳っている。前者のうち二人は、すでに、この世にはいない以上、実質的な指導者は池田ということになる。日蓮に代わって、池田を信じる宗教に変貌しようという意図を明確に打ち出したのだ。皮肉にも、 学会の宗教法人問題は、池田教となることで解決されようとしている。最後に、就門からの波門、追放以後に見る池田の取った行動について言及しなければならない。創価学会、公明党の就門取り分け、日憲商人への批判は、今、なお、政教新聞、公明新聞市場で続いているが、もちろん、これは、池田の指示で行われているものだ。しかし、この行為自体、 書簡でも申し述べたように、負け犬の遠吠えの感が拭えない。もともと、学会全体が破門されるに至った経緯も、池田の指導に感を発しているわけであるから、問題は、宗門と池田個人にあるはずだ。池田は、真に信ずるところがあるのなら、学会全体を巻き込むことなく、一人で、宗門と論戦を張り、正々堂々と戦うべきだった。しかし、論議を戦わすこともなく、 シアトル事件に見るような日権証人個人のスキャンダル暴きに終始するような低俗な攻撃を繰り返し、これまで外部からは嘲笑の的になってきた。このことによって、学会員が恥ずかしい思いをしていることなど、思いもつかないのだろうか。創価学会は池田一人の私物ではない。学会の信用を彼一人の判断で落とすような権利はどこにもないし、卑しくも、 人から尊敬を得ようとする人間のすることではない。これは、リーダーとしての資質の問題でもある。量創価学会を暴く。に人が変わり、それによって社会が変わっていく。創価学会の前身、創価教育学会は、昭和5年、後に初代会長となる牧口恒三郎の創価教育体系に始まる。教員だった牧口は、教育者、 そして日蓮少々と出会った縁から仏法を中心に据えた教育を通して自分の理想とする平和と人間の価値創造の実現を目指したこれが創価教育体系でありすべてはここが原点となっているまず人を育てよう仏法を基礎に据えそれに基づいた教育で人づくりをしていこうこのことが社会を変えることにつながる牧口の教育への思いは そんな純粋な人間愛に満ちている。それは、今の学会に見る、金銭欲や名誉欲、権力欲などとは対極をなすものだ。牧口が校長を務める小学校に赴任し、同じく、教員をしていた戸田とだともに、創価教育学会は始まった。戦時色が濃くなる時代背景の中で、仏法が戦争公用に使われることを拒んだ二人は、獄中につながれ、牧口は、そこで命を落とすが、 その意思は戸田に引き継がれた。戦後、信者は飛躍的に拡大したが、その一方で猛烈な借物が非難を呼ぶ。政治への進出もこの時代から始まるが、戸田にはまだ牧口の残した人間愛がしっかりと根付いていた。大衆のために死ねる人を選びなさい。そんな戸田の教えは今の創価学会、公明党を想像だにしていなかったに違いない。それ以後も 学会は、末端の学会員に、血のにじむような努力によって、着実に信者数を伸ばし、今や、その数820万世帯にも及ぶという。すべては、日蓮商人の教えを信じ、牧口、戸田の意思を受け継ぎながら、爪に火をともすように貯めたお金を寄付に回し、人からは、え創価学会と、白い目で見られても、懸命に、純粋に活動を続けてきた証だ。 一般的に言われているが、学会の信者たちの中には、危険な職業に就かざるを得ない人や、社会的に虐げられた人、そして、その家族が多くいる。社会の中で苦しみ、いじめ抜かれた人たちが、左翼政党のように、怒りをストレートにぶつけ、社会変革を訴えるよりも、まず、心の平安を求めたいと願っても不思議ではない。そんな時仏法に接し、 入信してお題目を唱えることで救われた人は実に多い。それだけに、学会員の組織愛は、他の、どんな政党や宗教団体よりも強い。ましてや、外部からの批判に結束して立ち向かっていれば、なおさらのことだ。しかし、本当の敵は内部にある。これまで述べてきたように、くどと新人を金に絡ませるようなやり方、権力に対する迎合は、すべて池田によるものだ。 悪こととのない金銭欲欲名誉欲彼がどこかの国の名誉市民になったりどこかの大学で名誉博士になっても今の生活にも心の平安にも何の関係もない学会に入って本当に良かった学会だからこそ権力が弱い者いじめするのを見過ごせないと言えるような組織にすることが先決ではないか華々しい内容より今しなければならないこと 巻口が理想ととした平和と人間の価値創造のためにしなければならないこと、学会員自身のためにしなければならないこと、そんな急務がたくさんあるはずだ。現世での利益を求めるということではなく、現実問題として未曾有の不況のもと、倒産の浮き目にあっている中小・零細企業は後を絶たない。リストラされているものも多い。どどれほど厚いいをしていても 老後の不安は等しくやってくる足元がぐらついている中で、池田が世界を巡り、ノーベル平和賞を札平で買うような、無駄な金はない。会員に、定理で資金を回し、会員同士の連携で失業者を救い、礼拝施設を建設するのと、同じように老人ホームを建ててやるべきではないのか。今こそ、これまで身を粉にして、奉仕の精神で働いてきた学会員たちに、 報いいてやるべきではないのかこの人間愛こそ日蓮商人の教えであり牧口や戸田が自分たちの教え子にやろうとしたことではないのかこれまでの学会批判は戸どのつまり池田批判に他ならないその池田は昨年の快則変更の中でますます個人崇拝の路線を固めつつあるそもそも学会員は日蓮商人の教え法華経の教えをもって救われ そして救われようとする集団ではないのか歴代会長はその教えの実践者であり事務屋にしか過ぎず自らが教祖になるいわれはないそれを日蓮の代わりに俺を信じあがめまつれと言われてもそれはできないはずだまたできるとすればその人にとって信仰とは何だったのか自分の人生を否定することになる盗聴法でも医療費増額問題でも 有事法制でも、そしてアメリカのイラク攻撃でも、心ある学会員は、こんなに自民党に追随していていいのかといった疑問が、胸の奥底にあるはずだ。それだけではない。宗教人として、もっとやりたいことがあるはずだ。比叡山が毎年行う宗教サミットは、あらゆる競技の壁を乗り越え、世界平和を訴えるものだ。それは、 池田個人の名誉欲を満足させることよりももっと意義深いことではないのか。本当は、どんな人物とも分からぬ公明党議員の選挙より、困っている人に手を差し伸べ、喜んでもらえる仕事がしたいのではないのか。創価学会の精神は、常に野にあって権力を監視するもの。決して、自らの利益のために魂を売り渡すようなことがあってはならない。しかし、 末端からその声を上げる勇気がなければ、学会幹部、公明党の権力への迎合を非難する資格はないことになる。政教新聞や公明新聞、グラフ SGI、前、政教グラフばかり読み、学会員だけと付き合う。しかも、その新聞たるや、池田名誉会長が名誉市民に、名誉会長に名誉博士号授与など、読んでいてこちらが気恥ずかしくなるような記事が、紙面を飾る。また 学会波門、池田追放以来、今なお続く日憲商人への攻撃は、まるで宗門を挑発するかのようなスキャンダル暴きに終始し、その低俗さに辟易する。外部からの批判に、一切耳を貸さず、金まみれ、権力への迎合の本質を知っていながらもなお、池田の無病性を信じようとするのは、現実を直視しようとする勇気がないからではないのか。洗脳ともいえる池田のマインドコントロールから解放され、 狭い視野から脱却する時が来ているこれ以上無知を装うことは罪悪だ